雪が舞う中、仙台空港に降りてきたのは3年ぶりに運航されたソウルと仙台を結ぶアシアナ航空のチャーター便です。仙台愛してるよ。 Just tourism. Just... Yeah, tourism, yes. I watch the movie. 仙台路 is very convenient. ザオ。スキーは日本がメーカーだっていう話を聞いて。チャーター便はその後再びソウルに向けて出発し、往復とも172席が完売だったということです。アシアナ航空では来月28日から仙台とソウルを結ぶ定期便も再開する予定です。